あれから散発的に何度か戦闘が行われているが、どちらも決定打を与えることができず、一進一退、ほぼ膠着状態といったところだ。帝国軍の戦力は圧倒的だと思われたが、今のところ何とか進軍を抑えることはできている。何らかの事情で帝国側は総力を投入していないらしい。石膏の報告によれば、すでにバリステイも本国へと引き返しているようだ。その間にどうにか帝国軍の戦力を削り、前線を押し上げたいと考えているのだが、申し上げます、東方より帝国軍の援軍が襲来、次々と友軍部隊を撃破し、防衛陣を突き崩そうとしています。なんだと。報告によれば、該当部隊を率いているのは皇太子ゼノスとのこと。現在飛燕様以下東方連合の部隊とリセ隊長を率いる部隊が支えていますが、いつまで持つか。各地で反乱の鎮圧に当たっていたという奴の到着を待っていたわけか。了解だ。貴様は同盟軍の各陣地に向かい、前線への援軍を要請せよ。いざとなれば我が輩も前線に出るつもりだが、急ぎ貴様にも援軍を頼めるか。確かない、貴様が向かえば百人力だ。それでは頼んだぞ。ダメだ、どうして。今度こそ正しき門を。どうした、また例の声が聞こえたというのか。大丈夫なのか。そうか、確かに今は弾けない時だな。最後の砦である本陣は我が輩が死守する。貴様には前線を任したぞ。
その首もらい受ける。ユギリ、よもやガレアンの身で魔法まで、これがアシエンの力。かくなる上は差し違えてでもあやつを。久しいな、光の使徒よ。もはや語り合うこともなしか。よかろう、光と闇の均衡を正すため消えてもらうぞ。
さすがはハイデリンが入れ込んできた英雄というわけか。だがこの肉体と我が魂の前ではわずかに力が足りなかったようだな。何者かの意志を感じるぞ。しかし間の悪いことだな。やっとつながったか。待て、大丈夫だから慌てないでくれ。しかし、これでは声を通せた程度か。冒険者よ、英雄よ、どうか聞いてほしい。お前はその戦いに、勝っても負けてもいけない。進む道そのものを違えているのだ。正しきに至るすべての鍵はこちらに揃っている。そして我々もまたお前の力を求めている。もう戦いは終わっている。当面の危機は去ったようだ。いいか、そちらの世界にあるクリスタルタワー、その塔の周囲に私が用意した装置があるはずだ。あれはいわば目印の役目を持つ。触れてくれれば転移の成功率を上げられるだろう。だからともかく装置を探してほしい。あとはこちらでどうにかする。今こそ手を、その手で扉を開くのだ。こちらで第一世界で待っている。
ああ、目を覚ましてくれたか。落ち着いてくれ。ここはイシュガルドだ。どうやらゼノスとやり合った時の記憶はあるようだな。君は戦いの最中に苦しみだし、ゼノスは君に刃を振り下ろそうとした。だが間一髪のところで救援が間に合ったようだな。奴はゼノスに手痛い一撃を加えると君を担ぎ上げ、イシュガルドの軍勢のところまで運んできたのだ。ここでその救い手を紹介したいところだが、君を送り届けるやすぐさまイズゴカへと去ってしまった。実にエステニアンらしいと思うだろう。君との戦いで疲弊したゼノスは後方へと退いたようだ。そしてゼノスという中核を失ったことで帝国軍の攻勢も弱まり、国境地帯は再び膠着状態に陥った。朗報はまだある。エオルゼア同盟と東方連合の検討を受けて、帝国支配下の各属州で反帝国活動が再燃し始めたのだ。さらにサンクレット殿の絡め手が実を結んだようだな。皇位継承権を持つ皇族の一部が不穏な動きを見せているらしい。今や帝国の基盤は揺れに揺れている。バリスやゼノスが退いたのも無理からぬことだろう。勝ち目のない戦に光明が見えてきたということさ。アリゼー殿も他の賢人たちも相変わらず眠ったままだが、どうか今は我が身をいたわってくれ。名手一同、君には本当に感謝している。しかし一方でこれ以上の無理を強いることはできないとも考えている。国境地帯での防衛戦は我々に任せて、これを機に君にはゆっくり休んでほしい。そうだ、一つ伝言を預かっていたね。とある宿女から君が目を覚ましたら真っ先に伝えるよう頼まれていたんだ。多くの仲間が倒れてしまったが、それでもまだあなたは一人ではない。あなたが帰るべき家で待っているとね。さて、私は前線に戻らねばならない。この戦が終わったら必ずまた会おう。
と聞いて、私いても立ってもいられず東方から駆けつけました。そしたら冒険者さんまで。一体全体暁に何が起こっているのですか。戦いに勝っても負けてもいけない。冒険者さんが倒れた時、フードの男からそう聞いたと。漠然としていて意味は分かりませんが、その人はコアも言ったんですよね。全ての鍵はこちらにあるって。それってもしかして倒れた皆さんの魂がその人の元にあるってことじゃないですか。アイメリクさんのお話によると、今現在帝国との戦線は膠着してるんですよね。でも向こうにはまだ一番の敵が、ゼノスになったアシエンがいるです。勝つには、勝つにはきっと皆さんの力がいるです。サンクレットさんやヤシトラさんやウリエンジェさん、アルフィノさんとアリゼーさんの力も、みんな。そうじゃないと、そうじゃないと絶対にもう戦場に行っちゃダメです。これは受付からの絶対命令なのです。だからみんなを連れ戻して、そしたらきっと負けたりなんてしないのです。そのためにはクリスタルタワーの周囲にあるという何かの装置を探す必要があるんですよね。でもあの塔は冒険者さんたちが再封印したはずです。その装置を探すことができるのかどうか。でも諦めません。賢人の皆さんが倒れてしまった今、暁を背負うのは私、聖恋なく財団やシドさんにも協力を求めるのです。石の家のみんなと力を合わせてその装置を必ず見つけてみせます。だからみんなを信じて待っていてほしいのです。なぜ戦場から去った。皇太子が異形の存在に操られているというまことしやかな噂が立ったものでな。
好意を狙う皇族どもが不穏な動きを見せ始めたのだ。帝都が陥落してしまっては元も子もないであろう。貴様こそあれほど豪語していたにもかかわらず、かの英雄を始末できなかったようだが。想定外の介入があっただけのこと。次の機会があれば逃しはしない。ところで、君の祖父がどこにも見当たらぬが。知ったことか。アシエンの行動など貴様の方がまだ理解できよう。なるほど。彼はあれでいて職務に忠実な男だ。動いたということはこの状況に利用価値を見出したのだろう。人を利用されるだけの駒と思っていると足元を救われるぞ。この戦局を動かすのは私の人の意志だ。人が人の明日のために武器を取り、私は私の大義のために何としてでも勝ちに行く。陛下、朗報でございます。ようやく準備が整いました。ご命令さえあれば、すぐにでも製造を再開できます。帝国の意向を知らしめる黒バラを。ここにいたのか、我が唯一の友よ。
死ねえ蛮族め。だが今のお前が惹かれているのはどうやらこの地での闘争ではないらしい。良いだろう、大いに楽しめ。そして斧が牙と爪を一層研ぐがいい。その間に俺は失ったものを取り戻すとしよう。